堺井大作は、大阪府大阪市出身のオートバイロードレースライダー、実業家。鈴鹿4時間耐久ロードレース最年少優勝。全日本ロードレース選手権最年少優勝。2003年より、川崎の販売会社チームのチームグリーンにより、ST600 クラスに参戦。鈴鹿サーキットレーシングスクール出身。実家は、うなぎ卸業。 うなぎおろし本舗川前で自身もうなぎ料理店うなじろうを大阪市内に経営。実家が経営するうなぎ屋の従業員が持っていたポケバイがきっかけで幼少時にバイクと出会う。1995年13歳で SP 鈴鹿4時間耐久ロードレースで最年少優勝する。その実績から国際ライセンスに昇格し全日本ロードレース選手権。 第7戦鈴鹿大会でのデビュー戦で9位獲得。1996年全日本ロードレース選手権第10戦 TI サーキット間 GP125 で最年少優勝。若手ライダーの選抜、育成するために設立された鈴鹿レーシングスクールを同年卒業。1999年より GP253 戦。 8007勝するなど、ヤマハ TZ が優位だった2001年に TI サーキット間で雨のレースを制す。2002年、雨のレースとなったロードレース世界選手権開幕戦日本グランプリ、鈴鹿で2位入賞。2003年、川崎の販売会社が運営するチームグリーンに移籍して、クラスを ST600 に変更する。このことは、 長年ホンダ系チームに在籍していたことや、レース専用の2ストロークマシンを乗り続けてきたことから、予想する声は皆無だった。2005年代4戦、オートポリスでの ST600 初優勝を含む2勝で、ランキング8位となった。2001年創設された同クラスでの川崎社の優勝は、この2勝のみである。2007年、 吉村ジャパンより全日本ロードレース JSB1000 クラスに参戦。吉村ジャパン宇な次郎、ありがとうございます。